チャンネルです。さあ今日はタンビリキングココナッツですね。タンビリを飲みにやってまいりました。行ってみよう。これタンビリっていうのはもともとオレンジっていう意味だそうですけどね。キングココナッツ、飲むココナッツです。これを一つ大事にかけます。大体街道沿いとかに売ってるのがいいと思います。あ、オープン。120? 120?今ね、1個120ルピーだって。かなり高いですね。これね、本当に倍ぐらいになってるよ。はい、120ルピー、カリです。OK。120ルピーでこんな感じです。はい、じゃあ食べてみたいと思います。キングココナッツです。いいですね。これは本当にね、スポーツドリンクみたいな感じですね。ポカリスエットは少し薄いみたいな感じなんですけど、結構本当に栄養満点なんですね。これはね、スリランカでは体を冷やす効果があるって言われてて、なので逆にですね、夕方とか夜は飲まないでって地元の人は言うんですけど、大体もう2時過ぎたら飲まないでくださいって言われちゃうんですけども、でもこれは暑い時、日中とかに飲むとね、すごい体冷えて美味しいんですけど、日本人的にはね、これをね、もうちょっと冷やして飲みたいんだよね、本当はね。ちょっと生ぬるい感じなんで、もしかしたら苦手な方は苦手かもしれませんけども、はい、いただいてみたいと思います。はい、これはね、カットしてもらいます。はい、飲み終わった後にこれをね、スプーン代わりにして、開けますね。そしたらこれね、そしたらですね、この中のこのゼリー状のところをこうやって取って食べるんですね。ちょっとこれは薄いね。ゼリー状の部分がすごい薄いんですけど、この中のこれがね、すごい栄養があるって言われてて、これが本当に栄養満点なんですね。大体ですね、スリランカの人はこれを割ってもらって、最後にこれまで食べて終わります。ちょっと生ぬるい感じなんですけどね、はい、ぜひですね、スリランカお越しの際、このタンビリを飲んだ後にぜひ割ってもらって、中のこれも一緒にいただいてみてください。はい、ということで今日はタンビリ飲んでみました。変でした。はい。